あなたの腰痛は小腸が原因かもしれません。今回は腰痛の原因である腸間膜をストレッチする方法についてあなたにお届けしていきたいと思います。この動画を見ることによって長い間ずっと苦しめられた腰痛から解放される可能性がありますので、ぜひ最後まで動画をご覧いただければと思います。ストレッチをする前にまずあなたにお届けしていきたいのが、なぜこの腸間膜、小腸が原因となって腰痛が引き起こされてしまうかです。小腸というのは栄養分を吸収する役割がありますので、当然血管がですねたくさん存在しております。そしてこの腸の位置ですね、これが腰痛と関わってくる原因になってくるんですけれども、この小腸の根っこにある腸間膜というのはこのようになっておりまして、腹膜の後方、後腹膜という部分についております。後腹膜というのは腰の前方ですね、このような位置にありますので、腰周りの血流が悪くなってしまう原因になります。この腸間膜が固まっていると腰周りの血流が低下してしまう原因になってきます。ですから腸間膜を緩めていく必要があります。そしてですね、当院に通われている腰痛の方多いんですけれども、腸間膜を緩めることによって腰痛が解消されるっていうケースは結構あるんですね。今までなかなか腰痛で治らなかった、いろんな治療院さんに通ったり病院に行っても良くならなかったって方は、もしかしたらこの腸間膜に原因があるかもしれませんので、今日はですねこの腸間膜のリリース3ステップでお伝えさせていただきたいと思います。そしてこれから腸間膜のストレッチをお伝えさせてもらうんですが、ポイントとなるのは腸間膜の位置ですね。この位置をしっかりと覚えておいてください。小腸というのはお腹の左上から右下にかけて向かっていきます。ですからこの流れに沿ってストレッチをしていきますので、この位置をしっかりと覚えておいていただければと思います。はい、それではストレッチに入ります前に体の動きをチェックしていきましょう。腸というのはですね、当然このお腹の中にあります。でここが硬くなっているとですね、体の動きの制限にもつながってきますので、ぜひですねストレッチ効果を判別するためにも動きをチェックしていきましょう。まずは体を前屈していきましょう。この時の背中の張り感だったり腰周りの動きの状態をチェックしてみてください。次はですね、体を後方に反っていきます。はい、この時も腰の張りだったり、あるいはお腹の張りですね、痛みなどをチェックしておいていただけるといいかなと思います。あるいは反ってみたりですね。はい、この感じをぜひ覚えておいてください。はい、それではストレッチに行きたいと思います。このチャンネルでは辛い症状を自分で解決というのをテーマに、病気や症状の原因やストレッチ方法、ストレッチグッズの紹介をさせていただいております。毎週水曜日と土曜日の夜に動画を配信しておりますので、あなたの症状の改善にお役立てください。よかったらチャンネル登録や高評価ボタンをいただけると嬉しいです。はい、それではストレッチに入っていきたいと思います。腸間膜はこのようになっておりますので、これを意識してやっていきましょう。でまずファーストステップなんですが、お腹をマッサージしていきます。当然ですね、腸というのはお腹の中にありますので、まず腸のマッサージ全体的に緩めていく、これをやっていきます。はい、それではですねマッサージをしていきます。やり方はですね、立ってやっていただいてもいいんですが、座ってやっていただいた方がお腹は緩みますので、今回は座ってやっていきます。お腹に両手を当てていただいて大きく円を描いていきます。これを10回やっていきましょう。まずは時計回りに回していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次は反対側に10回回していきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、それでは次はですね、手をお腹に当てていただいて、ぐるぐると小さい円を描いていきます。はい、これもですね10回ずつやっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次はですね下に持っていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次右下ですね。
はい、お腹マッサージしていくと体が少し温まってきた感覚があるかなというふうに思います。それではセカンドステップに移っていきます。次はですね、腸間膜をリリースしていきます。腸間膜というのはこの位置ですね。この位置をですね、覚えておいてください。小腸というのは十二指腸から空腸というところに名前が変わってですね、お腹の中をめぐって開腸に変化していきます。イメージとしてはお腹の左上から右下に向かっていくような形になっております。この位置をですね、しっかりイメージしていただいてストレッチをやっていきます。おへそがありまして、そこからですね、手のひらですね、一つ分上ですね、そして真ん中よりも指3つ分ほど左、ここにですね、手を置きます。ここが十二指腸、そして空腸の部分ですね。そしてもう一方の手はおへそから指3つあるいは4つ分外側、そしてさらにそこから指3本分ほど下、この位置にですね、手を置いてください。小腸はこのように斜めに走っておりますので、それを意識してストレッチをしていきます。はい、でこれもですね、座ってやっていきます。でこのように座っていただいて、次はここをですね、手をぐーっと奥まで当てていきます。そして方向としては引き伸ばすような形で動かしていきます。ここに手を置きます。そしてここに手を置いて、ぐっと奥まで手を入れてから伸ばす、このように伸ばしていくようなイメージです。この状態でゆっくり深呼吸を10回やっていきます。意識していただきたいのは、しっかりと手を引き伸ばす、この状態で止めておくことですね。少し腕が疲れるんですが、できる範囲でいいので、斜めにこう引っ張るような形を作っていただければと思います。体はできるだけ軽く曲げたような状態でやっていきます。はい、こんな形で OK です。次はですね、サードステップになるんですけれども、次はお腹側からではなくて背中側からやっていきます。肩の痛い方とかはもしかしたらやりにくいかもしれませんが、セカンドステップでやったイメージと全く一緒です。腸間膜のこの位置をイメージしていただいて、左の上部の腰から右の下部の腰に向かって手を置いていきます。そしてそこで引き伸ばすような力をかけてストレッチをかけていきます。腸間膜というのは先ほどもお伝えした通り、後腹膜についています。腹膜の後方、つまり腰側についているんですね。ですからお腹側からアプローチしていくよりも、実は腰側からアプローチした方が位置的にはストレッチをかけやすいんですね。ただ少し難しい手順となってきますので、手の位置をしっかり意識していただければと思います。はい、ちょっとこの模型を使って位置を確認していきたいんですが、腸間膜というのは当然お腹側にあります。左の上から右の下にかけてですね、こういう形で向かっていきます。ですので後方からいくと、左上から右下、このような形で腸間膜がついています。ですから手の位置は左上から右下に手を当てていきます。この時に仰向けになって膝を立てて緩めていくんですけれども、手の使い方としては手のひらをここに当てていただいて、こういう形で伸ばしていく方法でもいいですし、あるいはやりにくければこのようにですね、拳で作っていただいて、少しこう斜めに引っ張るようにして仰向けでストレッチをかけていきます。それでは腰側から腸間膜を緩めていきましょう。位置はこの位置です。この位置を意識しておいてください。やっていきます。この状態から手を腰に当てていきます。この位置に当てていきます。そのまま仰向けで寝ていきます。はい、この状態で手を先ほどの斜め方向ですねに引っ張っていきます。皮膚あるいは中の方がですね、ぐーっと引っ張れている感覚がありましたら、そこで手を止めていただいて、あとはこの位置で深呼吸を10回やっていきます。注意していただきたいのは、この時にもし嫌な痛みが出るようであれば、それは刺激が強すぎますので、このストレッチは中止してください。
痛みがない、あるいは痛気持ちいい感覚があるようであれば、このストレッチが有効になってきますので、ぜひこのようなやり方で腸間膜を緩めていただければと思います。はい、こんな形で大丈夫です。はい、それではですね、腰痛を解消するための腸間膜のストレッチ以上になります。それでは先ほどとストレッチ効果を比べるために体の動きをチェックしていきましょう。はい、前屈していきます。はい、次は後ろに反っていきましょう。かなり行きやすくなったかと思います。はい、先ほどと同じようにひねりもですね、この時のお腹の突っ張り感、腰の違和感、腰の硬さですね、こういったところを見ていただければと思います。先ほどよりもですね、かなり動きやすくなったかと思います。はい、今回は腰痛を解消するための腸間膜のストレッチについてお伝えさせていただきました。ちょっと今回のストレッチは少し難しいかなと思います。腕の当てる位置、腸間膜というのをですね、イメージしてやっていただくことが非常に大事になってきますので、ぜひですね、今日の動画何回も見ていただいて、この腸間膜の位置ですね、これをしっかり意識してストレッチをやっていただけると嬉しいなというふうに思います。もしかするとなかなか治らない原因、この腸間膜にある方いらっしゃるかと思います。そういった方はこれをやることによってですね、長年つらかった腰痛も治る可能性もありますので、ぜひですね、毎日少しずつでもいいので今日のストレッチをやっていただければと思います。今日やったストレッチに加えてですね、ストレッチをする前にお風呂を上がった後ですとか、お腹をですね、少し湯たんぽだったり北海道のようなものを当てて温めていただいてから、先ほどの3つのステップやっていただくとより効果的かなと思います。やはりですね、腰痛の原因様々なものがあるんですけれども、大きなポイントとしては血流を良くすることが非常に大事になってきますので、体の状態を整えるために温めてからですね、やるとですね、血流が良くなりやすいので、そして組織も緩みやすくなりますので、ぜひ温めてからやっていただくのもおすすめとなっております。それでは今回は腸間膜のストレッチについてお届けさせていただきました。ぜひ日頃の症状の改善にお役立ていただけると嬉しいです。質問やご意見などありましたら、コメント欄にメッセージをいただけると嬉しいですし、今日の動画が良かったなと思いましたら、高評価ボタンやチャンネル登録の方もいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。